画面の前の皆様、こんにちは。ベルクラでございます。なんだか派手なエースがいるぞ。しかもよく見るとライトを持っている。なんだろう、全身ヒョウ柄でさ、ライト持ってるエースってもうこれやるしかない。見てください。私が緑のメメント持ってきてます。誰か一人をメメントできる、あの4人だったら皆さんは誰をメメントしますか？まあまあね、大体の人が全身ヒョウ柄のエースだと思うんですよ。ライト持ってるしね。わかりましたか、この殺人鬼の心理。もう派手だからさ、もう私を殺してくださいと言わんばかりのね、主張なわけじゃないですか。しかも見てください、私のパーク。アイテムを落とすフランクリンの悲劇を持っております、君の人生を悲劇にしてやろうか。届くんだな、窓でもな、と見せかけて戻る。はい、掴んだ。なんだこの、うまくいきすぎて怖い、いや、もう一人ぐらいここにね逃げ込むやつ見たんだよね。絶対いるでしょ。言うても私バベチリなんでね。あー、そっちか。ほとんど見えてなかったんで、まあ、近くにいることは確実ですね。ないないな、確実ですね。しかしちょっと離れて様子見ましょう。あそこは？あ？一回持ってみるか。いや、やめよう。こっちを覗い、お、なに？スプバカ。さすが、ド派手なエースだだけある。タゲを取って取って取りまくるわけだな。この、うわっ！嘘！こいつは、スーパーエースかもしれない。100年に一度しか生まれないという、なんつってた、こら、落としなさいよ、それを。そのライトを落としていけ。ほらよ。いや、これ100年に一度ではないかもしれないけど、見た目がもう100年に一度な感じなんだよね。100年に一度だっけ？スーパーサイヤ人って。何年に一度だっけ、あれ。はい。じゃあな。次。いや、3人丸見えだね。これエースを助けに来れるか。この辺にいたのは確かなんですよね。はい、いました。スプバカイ、ちょっと待って、実は一応今回めちゃくちゃ加速するパーク来てます。パークというかアドオンで来ております。丸見えなんだよ。はい、伐採。なのでね、チェーンソー構えるのはちょっと遅いんだけども、発動させるの遅いんだけども、発動するとギュンといきますんで。あ、見えた、助けに行くの見えた。残念だな。ここでまずはあのエースをあのエースを、はい、もうライトは二度と握らせないよ。こそグライトを持ってきよってからに、黄色を着るのは私だけでいい。イエースっていうね、これがね、レザーフェイスの楽しいところよ。さあ、あとはね、なんていうか、こうホラー映画でいうところのモブみたいな見た目の人たちしかいないんでね、まあ、どういったポテンシャルを秘めてるのか分かりません。 OK。ただね、見た目が地味なやつほど、もしかしたらね、地味なやつほどっていうか、もしかしたら地味だけども、お、やるな、こういうフェイント引く、おお、意外と野郎だったりするわけだな。こっちってしかしアイテムは持ってなかったみたいだよね、この人は。フランクリンの悲劇使った時の、落とした時の悲しい効果音ね、こっちでも消えるようにしてほしいね。おしゃれドワイトめ、なかなかやる。いいだろう、付き合ってやる、とことんどこまでも世界の果てでもな、と見せかけて、ちょっと待って。そ
これどうなの。あ、しまった。しまったな。この木を伐採できねえんだよな。でもね、ここめっちゃ進んでるんで、近くにいるんじゃないかと踏んでいます。これいないの。もう今頃あの、ほら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 、うん、スプザがね、そういうことだよね。はい、まずそのツールボックスを落としていけ。まあ母ちゃんの形見だったのかもしれんけどね。まあ置いてってもらいますね。あ、窓枠いくかこれ。おお、行かなかった。うん、上だな。ちょっと待って。上だ上だ。いける、イエス。頭にチェーンソーガツーンとね、入れておきましたわ。しかしフランクリンの悲劇ってね、チェーンソー当たってもね落ちないですよね。さあ近い木だぞ、ヒゲ坊主。そしてバベッチリに反応する人は多分ほとんどいないんじゃないかな。これ近づいてきてると思う。回復したな。まあ一人はいるのは確実。あ、二人いるわ。近くに二人いるわ。あ、下とある。しかし、これ地下に行くな、これ。後ろ歩きしながら追跡。ここに足跡残ってんで、この辺から戻ったか？このね、後ろ走りね、意外と効くんだね。戻ってる、戻ってる、戻ってる。めっちゃここに戻ってるやん。ん？作るな！オッケー！ここは通さんぞ。ここに当たるんだよな、上の方に。なん？いや、もう一人いるでしょ、これ。間違いないよ。もう一人絶対いるから。間違いない。え？おー。え？あれ？さあ、もう絶対これどっちから、これ出てこい。あれ、ちょっと待って。なに、イリュージョン？イリュージョン？嘘でしょ。マジシャンいた。本気？絶対いると思ったんだけど。わし一人で何間抜けなことやってたん？俺。ほんと恥ずかしいよ。絶対いると思ってたからさ。イリュージョニストがいるわ。あれかね。この辺にもいるんじゃないかな。上やってないよね。オッケーオッケーオッケー。たくよ。あ、動いてるな、これ。結構来てるやん、これ。あれ？いや、これ結構来てるやん。しかしまだ発電機4つなんだよね。傷ついたやつが2人どっかに潜んでんだよな。いないな。いやー、プンプンするわ。プン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 するわ。こっちなんか、いや、違うのかな。いや、山岡凛のね、コスプレ、なんか皆さんがすごく楽しみにしていてくれてて。で、山岡凛配信が21日という噂なんですけども、私21日ちょっとね、行かなきゃいけないところがあって、で、まあ、東京ゲームショウなんだけどね、会いたい、会いたい、いじりやがって。だからね、その日にね、あげれないのがちょっとくんよ。悔しいんですけどもね、おそらく。でもね、必ずあげるんで。実はコスプレするようなやつが揃っています。あれ、お仕事消えたぞ。もうどっちかですわ。やっぱりな、さすがに今回はいたわ。しかし君は吊るさない。最後のメインディッシュにしてやろう。
なのでね、まあコスプレオープニングのやつはまあ楽しみにしておいてください。うん、まあ、相変わらずの完成度になっちゃうと思いますけどね、しょぼしょぼのね。これ助け行ってるかな、もしかしたら。久々に、そういえば久々にこのレーザーフェイスでやってるな、私。大暴れだよ。この C 恐怖症によってね、怪我人分ね、スピードが遅くなるんで、ちょっとやっぱそれ助かるね。それもあるから、あれなんでしょうね。一回釣ってみましょうか、試しに。どうだろう。ああ、近く来てるな、やっぱ。うん、近い。近い近い近い。これはね、絶対近場にいますわ。さあ、ミンちゃん自殺するか、仲間のために自殺するか。うん、おお、救ったか。やっぱ来てたな。まあ、蹴り入れてじっくり追い込みましょう。こっち行ってんな。ああ、君だったの、残ったの。ツルボックス落としといて。さあ、残り一人追い込み漁していく。皆さんは東京ゲームショウ行かれますか。うん、まあ今月のね、20、21、22、23だったかな。うん、まあさすがにねえか。20、21がビジネスデー、22、23が、一般デーだったと思いますね。うん、21のビジネスデーって何なのかと、あの、知らない人もいると思うんですけど、まあ、プレスとかね、そういう関係者しか入らないような、まあ、ところなんですね。うん、あれ、どこに隠れてんの、これ。いや、もうこれね、絶対吊るした時にバベチリが発動するって分かってるから、近くにいるのは確かなんですよ。ただ、どこら辺かなんだよね。っていうか、ドワイト・ボーヤどこに行ったの？ドワイト・ボーヤちゃん？返事してくんないかな？あ、そこだわ。オッケー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 。だから、ここからある程度の距離を、こう測りながら、まあ、包囲網を広げていく。やはりな、そうだと思ったわ。しかもドワイト坊やの場所もきっちり分かっている。ふん。まあなので、ちょっとね、変わった動画もね、撮ろうと思ってるので、楽しみにしておいてください。イエス。ああ、ちょっと待って、ここ危な、危な、これ。行き先が変わってたら、これさ、ドワイトの目の前に非常口出てたよ。恐ろしい。そんなわけで、私のね、デッドバイデイライト、いつも楽しんでいただいてありがとうございます。そしていつも評価コメントありがとう。皆さんの良きゲームライフの方に載っております。ベルクラでございました。お疲れ様です。チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。そしてベルマークを押すと、ライブや動画アップ時に通知がいくようになるので、見逃したくない方はオンにしてみてくださいね。